兄ちゃん。どうしちゃったのかな。ううん、そうしてあげて。手具合にあっという間の30連勝よ。当たり前だろ、あのゲームで名を馳せた有名人だぞ。残念だったな。どう、そんじゃあ俺はこっちだから。うるさいわね、さっさと帰りなさいよ。
何を。おしっこ引っ掛けられたの。誰？バカじゃないの？犬よ犬。当たり前でしょ。あなたの脳腐ってるんじゃないの。謝ったって許さない。傷ついた、すごく傷ついた、とっても傷ついた。別に大したことじゃないわ。帰りがけに高そうな犬を見つけたから、何か使い道があるんじゃないかと思って捕まえようとしたの。で、餌をちらつかせながら近寄ったら、逆に懐かれてこのざまよ。普通する？餌をあげた恩人に対して。笑い事じゃないんですけど。いいわよ別に。ちょっと。いいって、どうせ捨てるつもりだったし。ちょっと返して。奥の手使うわよ。じゃあ遠慮なく。キャー、変質者。女子高生の靴下を返さない男が変質者じゃなかったら世も末よ。そんなことしてもらう覚えはない。こんなとこ見られたら何を言われるかわからないじゃない。あたしが良くないのだから、途中まででいい。変態。皆さん、ここに変態がいますよ。ダメ。
日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。ストップ。近寄らないで。いいから、そのままそのまま。動かないで。それ以上近寄ったら、保健室に直行させるわよ。だったら、ゆっくり後ろを向きなさい。やっぱり鈍いのね。ある意味その鈍さは才能かも。気づいてないのがいい証拠よ。だから、あなたが驚かせた拍子に、ホックが。ちょっと、そんなにホクホク連呼しないで。仕方ないでしょ、育ってるんだから。成熟、発育、進歩。ほら、いいから後ろ向いててよ。嘘に決まってんでしょ、バカ。人がのんびりしてるのを邪魔した罰よ。私を驚かせようとしたこと、後悔させてあげる。時間なんだ。俺からが面白いところなのに。